ミンティアはアサヒグループ食品株式会社が販売している清量菓子の名称を。2016年には売上個数、金額で国内シェアナンバーワンであった。もともとは株式会社ポーラ化粧品本部の食品事業主会社であるポーラフーズ株式会社が販売していたが、アサヒグループ食品の前身であるアサヒビール薬品株式会社が2002年3月31日付で、 ポーラフーズの全株式を取得して完全子会社化し販売権を獲得した。その後、アサヒビール食品との合併で発足したアサヒフードヘルスケアが2003年1月1日付でポーラフーズを吸収合併。さらにアサヒグループの食品事業再編に伴い2015年7月に中間持ち株会社アサヒグループ食品を設立。 翌2016年1月に製造以外の全業務をアサヒグループ食品に遺憾。2017年7月には製造主会社として存続していたアサヒフードヘルスケアもアサヒグループ食品に吸収合併され、現在に至っている。フルーツやミント系の風味があるタブレットで、レギュラーサイズの内容量は50粒。直径は6から7ミリメートル程度で、 カードタイプの薄いプラスチック製の容器に入っている。シュガーレスが特徴である。定番のミントフレーバーのほかプラムやレモンライム味など、別のフレーバーや果汁を合わせたバリエーションが期間を限って発売されている。レギュラーサイズのほか2013年には50粒のボトルサイズ、2014年には30粒のブリーズサイズ、2016年には 25粒の EX サイズが発売されている。定番のミントフレーバーの中でも、ドライハードは刺激の強いミント味が特徴で、実際にカフェインが配合している他ミントカプセルも入っている。2003年にはアパタイトを含んだ健康食品指向のものも発売された。ミンティアのレギュラーサイズを収納するケース、ミンティアケース、ブリーズサイズを収納するミンティアブリーズケースも存在する。 ミックスチナが製作する革製レザーケースは製造・販売元であるアサヒグループ食品公認の製品である。他にもいくつかのメーカーから製品化されているミンチアガールズというキャンペーンガール集団もおり、白と青のコスチュームを着たガールズたちが各種イベントやキャンペーンを行う。ガールズはミンチアのパッケージを模したプラカードを掲げ、格闘技のラウンドガールのように練り歩くのが キャンペーンの基本パターン。この中では、お笑い芸人のビビる大木が助走して、リーダーを務めており、テレビコマーシャルでも見られる。2007年4月21日から5月20日まで、ミンチやジャパンツアー2007を行った。これは、都市部で大規模な広告活動を行ったもので、ラッピングバスや街頭での広告、サンプルの配布などが実施された。期間中は、渋谷を中心として、 ミンチやガールズによる卓球選手権やレシーブ選手権、空中バター選手権などが行われ、会場には渋谷百9やパルコが選ばれた。キャンペーンは東京都の他にも札幌市から福岡市まで日本全国の各都市で行われている。2010年からは47都道府県から選抜した47人のミンティアガールズが誕生。2012年から2014年、 サッカー日本代表 MF、本田圭介を CM キャラクターとして起用した。2016年には、ミンティア20周年記念のキャンペーンをウェブ上で展開し、オリジナルのミンティアケースを検証として配布した。送信効果については、信頼に足るエビデンスは、今のところないが、一時的に食欲が抑えられるとして、適量をダイエットに利用される場合が散見される。 ケヤキザカ46の渡辺理カも実践していると2016年11月のラジオ放送で明らかにしていた。一方で過剰摂取は逆効果であると警鐘を鳴らす意見もある。小売店によっては在庫が残っており販売が継続されている場合がある。過去過去に活動していたミンチやガールズなるみアキなどアサヒグループ食品株式会社ニュースリリースより AB、アヤノゴー 北川恵子、仕事に対する赤裸々な本音を語る。シネマトゥデー。2015年3月6日閲覧、ありがとうございます。